皆さんこんにちは。今日は、円柱商店のご紹介をさせていただきます。5月で丸10年終わりました。11年目に突入しました。だんだんいいお店になってきてますんで、皆さん見てください。はい、まずはこの入り口のところにお野菜が置いてあります。泥付きの大根もあります。キャベツ、レタスなんかもあります。それからこちらのコーナーが弊社の工場で作った商品がずらずらと並んでおります。特に最近新商品で、国産のアサリを使った混ぜ込みご飯の素ができました。人参ですとかごぼうだとか、ひじき、それから生姜が入ってまして、2合を炊いて混ぜるだけで簡単にできる商品です。それから、私どもで一生懸命やってますこの国産のザーサイ、これも大人気です。それから、昨年ぐらいから始めました、国産のメンマも非常に大好評です。はい、それから、ずっとよく出てるのがこのごぼうですね。ごぼうの甘酢漬け、こちらも有機の泥付き、有機栽培でした泥付きのごぼうを使用しております。それからこちらがミニ瓶シリーズですね。瓶いろいろかわいい形で、いろんな商品があります。それからこれは、五輪マークをイメージした五輪の、特製東京特選佃煮になっております。はい、続いてこちらの野菜コーナーをご覧ください。いろいろな野菜、今ちょうど、羽坂駅というか、雨がずっと降って急に晴れて、なかなかね野菜が思うように揃わないみたいですけど、基本的にはいろんな産地、それから農薬状況を、表示しながらいろいろ販売しております。毎週水曜日には、草加のチャビーさんというところから、朝採りの野菜を、お持ちして販売させていただいております。大人気です。はい、こちら今の商品でございます。それからこちらがいろいろ季節関係の商品を置いてあります。今は、かき氷の、に使うシロップですとかシャーベットだとか、そんないろんなものが置いてあります。それからこちらがいっぱいコーナーです。納豆ですとかお豆腐ですとか卵ですとか、いろんなものが置いてあります。漬物なんかも置いてあります。このもずくも非常に大人気です。はい、それからだんだん奥行きます。はい、続いてこちらが私たちが一生懸命やっていますメイドイン東京のコーナー、東京の会のコーナーでございます。東京に特化したいろんな商品があります。柳久保の小麦を使って、作ったパンケーキですとか、きな粉、それから、最近河原製粉所さんは、マスコミに出まくってますけど、非常に、いろんなところで注目されている東京麦茶です。それから砂糖なんかも東京に2軒しかない砂糖屋さんです。すごく、いろんな商品がメイドイン東京の会ではいろいろあります。はい、続いてこちら外側からいきますか。これが割と、最近入れた、いつものだし粉、これが非常に好評です。8月に、販売したばかりですけど、お客さんが非常に好評です。乾燥したものはいろいろこちらにございまして、あと調味料、醤油等の調味料がいっぱい並んでおります。はい、このごま油が玉締め絞りのごま油で、これも非常に人気でずっと、よく販売されております。
それからこの辺も調味料、外側には調味料がいっぱいございます。お塩ですとか砂糖ですとか、それから、みりんですとか、それから、お酢ですとか、いろんな商品があります。おソースなんかもあります。パスタなんかもあります。はい、それから小麦粉なんかもあります。あ、ここはあれですね、あのマルシで知り合った方の商品が多いですね。いろんな商品、国産のマスタードなんかはございます。はい、それからこちらがお酒のコーナーです。ワインもたくさん揃っております。それから日本酒なんかも焼酎なんかもいろいろあります。はい、それからこちらに行きまして、お米ですね、お米こっちですね、お米がこちらにございます。お米、それからお餅、それから玄米なんかもあります。はい、こちらお菓子のコーナーです。お菓子もいろいろあります。はい、これ僕らのメイドイン東京の会の藤見堂さんのしらす揚げですね。これも非常に美味しいです。超人気です。それからポテトチップスとかいろいろございます。それからこちらのコーナーが、なんつったらいいんだろう、石鹸類だとかいろんなものが置いてあります。化粧品類なんかもあります。蚊取り線香なんかもありますね。それから、あとはこの辺の、コーヒーですとか、カラなんか出てますね。それからこちらがゴマですね。全部国産のゴマですね。それからこちらが、はい、こちらにはいろいろなスープ類がたくさんありますね。これも人気商品ですね。コーヒーなんかもここいろいろ置いてあります。以上ですかね。こんな感じでラインナップがいっぱいありますんで、ぜひ、お店に遊びにいらしてください。どうぞ今日はありがとうございました。どうも。